はい、ごちそうさまです。ワインファクトリーのドライドの動画になって今日もね、しょうもない飲み玉をつけたいと思います。B さんです。はい、どうもお疲れ様です。いや、もう今日は暑かったわ。暑かったよ。ビールが美味しいよ、本当に。ああ、ほんとね、もうちょっと今日一口飲んだら効いちゃってありがとうございます。で、今日なんですけど、最近お友達になったバイク屋さんがまた遊びに来ていただいて、いやー、なんていうんですかね、そのバイク屋さんっていうのがちょっとご近所にある、お店なんですけど、ちょっとね、大きいグループのお店の方で、なんつうのかな、あんまりこうお店のお名前とかお出ししていいんですかなんて言ったら、いいですよなんて言っていただいてるんですけど、ただその結構全国に結構大きい、ね、お店で、何店舗もあって、その方っていうのはその店舗を何店舗か統括している、まあ、店長さんより上のね方で、偉い方なんですけど、遊び来ていただいてる方がね、ただなんだろうな、その上にちょっと怖い社長がいるから、はい、怖い社長って僕面識あるわけじゃないんだけど、怖そうだなと思って、あんな店と付き合うんじゃねえよとかってその方が怒られたら申し訳ないから、お店の名前どうしようかな、とりあえず控えておきます、はい、まあその方がいいと思います、はい、あんなお前飲みながらやってる店と付き合うんじゃねえよなんて怒られたら申し訳ないからね。そうですね。いや、社長さん真面目にはやってますけど、一応色物で売ってますんでね、そこはちょっと気使っちゃうんだけど、今日も遊び来ていただいて、差し入れいただきましてね、陽明酒同業が遊びに来て陽明酒置いてくって、もう爆笑しちゃって。なるほど。で、今日はその遊び来ていただいた時にね、お店にあったバイク乗ってきたんですよなんて言って、ええ、裏に泊まってたの見せていただくと、電動スクーター、あの電動モビリティですよ。これね、去年あたりぐらいから、宣伝されてて、まあ、国内に入ってきてるみたいなんですけど、あ、国産じゃないやつ。まあね、もともとはね、イタリアのベネリーがゴッチャっていう、はい、正式な発音はゴッチアなのかな、はいはい、まあ、どっちのスティーブン・セガールかセーガルなのかっていう違いだとは思うんだけど、はい、ゴッチャっていうモデルが、そのもともとイタリアのものだと思うんだよね。その後中国の方でライセンス取ったのか、どうなんだろう。で、今昨年あたりから宣伝はされてんだけど、プロトコーポレーションさんっていう、はいはいはい、まあ国内で代理店になって宣伝してたような、で、そのゴッチャっていう、電動モビリティで遊び来てくれたんですよ、はい、うん、差し入れも笑っちゃったんだけど、そのマシーンもね、まあ、うちじゃ取り扱いはね、もちろんしてないんですけど、電動スクーターどんなんなんだろうって興味あって、お話をちょっといろいろ伺って、はい、で少し乗らせてもらって、まあ、そんな話を今日ツイッターにも上げたんですけど、うん、ブイーンって乗ったら、あ、普通に使えるのこれなって。ちょっと僕ね、その電動のスクーターに関しては懐疑的な部分もあって、いや、どうせお高いんでしょ、で、どうせ大した距離走れないんでしょ、どうせ使い物なんないんでしょみたいな、ちょっとところあったんですけど、ちょっと今日いろいろお話を伺って、なんかで実際乗らせてもらうと、あ、これまあ割と使い勝手がはまればなくはねえなみたいなのがありましてね。だから遡ること数年前に、鈴木も E レッツっていうモデルありまして、うん、結構ね、乗った感じ、アクセレーションなんかも、あ、普通に使えるなと、ああ、なんかモーターでギクシャクするのかなとか思ったんですけど、うん、技術的には結構いいとこまで来てるなと思ったんです。なるほど。そしたら、ただ E レッツ、むちゃむちゃ高いし、ですね、シートを上げ、なんだっけ、あの時に出てた E レッツって30万オーバーみたいな、はいはいはい、原付電気で走らせて30万オーバーって、おいと思ったんだけど、うん、シート開けたらバッテリーが場所をすごい取ってて、はい、っつって、メットインスペースがゼロバッテリースペースみたいなね、こんなあって、いや、この先電動スクーターの可能性ってみたいなとか思ってたんですけど、やっぱりね、数年経ってこういったものが出てくると、
いや結構ありなのかなと思ったんですよ。あの充電とかどうなってるんですかって言ったら、はい、あのシートの下にね、あのやっぱりガボッとでっかいバッテリーがあったんですけど、はい、でもそこにあの後ろにリアボックスなんかもつけてらっしゃったんで、あ、まあお買い物、簡単なお買い物ぐらいは、まあ、ヘルメットを入れるぐらいはね全然リアボックスでいいし、うん、まあ、ヘルメットをそれこそ、ヘルメットホルダーなんかに引っ掛けりゃお荷物なんかも入れられるんだろう、はいはい、カッパーとかだと OK だろう、駅まで通勤15分20分ですとかさ、うん、まあ、お買い物行ってとかって、うん、まあ、その通勤のついでにお買い物して帰ってくるんだみたいな使い勝手の人には、はいはい、こう割とありなんじゃねえかなと思って、あ、その充電が一晩で8時間で満充電、はい、で高速距離がエコノミーモードで70キロ走るっていうから、まあ、70キロってなかなか1日で走んないよね、70、使い勝手によっちゃ、うん、いいですね、それこそ、うん、だってね、片道20キロの通勤してますっていう人だって、うん、往復で40キロ、そうですね、でお買い物して帰ってきたってっていうのを考えると、うん、で帰ってきて充電して次の日にはまた満充電になってるっていうのを考えれば、うん、これは割とありなんかな、あれですね、僕今通勤で25なんですよ、だからまあ P さんの使い勝手でも往復50キロ、うん、まあ、ちょっとあの帰りにあの納豆とネギ買ってきてって言われて も全然 OK、まあ、20キロまでは走らない、うん、全然 OK です、だからこうなってくると高速距離なんかも使い勝手によっちゃありなのかと、うん、で、今後これから 50cc っていうのは衰退していくでしょう、メーカーも作りたくなくって、はい、手に入らなくなってくるそうすると原付2種ヘビーユーザーってね、誰よりもしなきゃいけない、子供送っていかなきゃいけない、なんかね、その子供を幼稚園に送っていきながらの荷物背負いながらの、そして私は通勤片道50キロよみたいなね、はいはい、そんな人いるかどうか分かんないけど、まあ中にはいるでしょう、そういうヘビーユーザーは原付2種、2種ね、うん、で、ちょっとそこまでの方はアシスト付き自転車とかね、うん、なのか、その電動モビリティみたいな、うん、電動スクーターみたいなね、ものに行くみたいな、こう二極化が、もう 50cc のスクーターがなくなってくるんだよね、はいはい、ガソリンで走るエンジン、うん、で、ちょっと排ガスの規制なんかもあって 50cc はこれからもうなくなっていくんでしょう、たださ、どっち行くんだろう、ここでね、僕今ふっと思ったのが、うん、その、うん、電動モビリティっていうのはもう、うん、これ排気量でさ、うん、もう測ることってできないじゃん、そうですね、ある意味、うん、原付の免許なんかもだから、これから電動のそのモーターサイクルを排気量的で免許のね、縛りがあるのはどうするの、うん、っていうことはすごく問題にはなってますけど、でじゃあ一般道走るのに、うん、原動付き自転車の延長線上で電動付きバイクは30キロですよ、うん、っていう縛りもさ、うん、これ法整備もしなきゃいけないし、そうね、今日ね、あの紹介していただいたそのモビリティもエコノミーモードだと30キロ以上でリミッターかかるんだって、あ、そうなんだ、あ、パワーモードにすると、うん、もうちょっとスピード出るらしいんだけど、あ、ちょっとやっぱ坂道とか登る時にはパワーモードの方がいいですかねなんつって言ってたんだけどさ、なるほど、つって、でもね、僕は乗らせてもらった時にそんなに違和感なく走れるし、あ、そうかって、ちょっと乗りの人にはいいものできたなって、だからこれからさ、うん、来るんじゃない電動スクーターの波、俺はちょっと今までもないないって思ってたけど、うん、今日ちょっと実際乗らせてもらった時に、ちょっとありありのありよりじゃないみたいな、お値段的にも手頃なんですよ、はいはい、うん、言ってましたね、あの高いアシスト付き自転車買うよりも安いから、うん、まあ、値段はねちょっと控えますけど、あ、まあ、ちょっとハッシュタグつけとくんで、あのゴッチャ、はい、ゴッチャなのかな、うん、またあのネットで調べていただくといいんですけど、アシスト付き自転車なのか、そう、これからの電動モビリティなのか、ね、で 50cc はなくなる、じゃあハーブに使いたい人は原付の2種なのか、はい、でこういう風に変わってくる、まあ、どっちか二極化なんでしょうね、いよいよこう日本国内でも 50cc、ね、原付1種なくなっていく運命なんでしょう、その電動モビリティみたいな、いやー難しいんだよな、うん、うちみたいな原付屋さんで選択肢がそうやって出てくるんだけど、うーん、アシスト付き自転車ちょっとうち扱いにくいじゃん、はいはいはい、スズキの契約店なので、はいはい、私出てんですよ、うん、50cc の供給がおぼつかないから、はい、アシスト付き自転車売ってくださいって言われてる、なるほどいや売ってくださいって言われてもさ
まあ、鈴木だとラブっていうモデルがあって、ね、うん、うちも扱ったことあるんですけど、これからやっぱりあの自転車 の、 そのアシスト付き自転車をね売るための資格みたいなのをちゃんとしなきゃいけないみたいなことを言われてきてて、はいはいはい、いやそれやぶさかじゃないんですけど、急にうちが自転車売れって言われてもさ、いやみたいなね、自転車の整備って難しいじゃんでね、なんかちょっとトラブルあればバッテリーも結構高いしさ、高いね、これバッテリーダメですね、はぁとか怒られるのも嫌だし、いやでもそれもほら需要と供給であって、ね、あの需要が出てくればさ、そのリチウムイオン電池バッテリーか、まあ、バッテリーもう、あの、ある意味、まあ、今は5万ですよっていうところが、でもなかなか自転車屋さんって大変だなって思うんだけどね、自転車でねあんまやりたくねえなみたいなとこあります、っていう、うん、一応まあうちでも扱えなくはないんですけど、うん、うちはちょっとやっぱりあのオートバイの方で行きたいなというところあるんで、うん、うちはこれから主戦力っていうのは原付2種になってくるんでしょうけどね、まあでもさ、まあ、言っても 250cc ぐらいまでのバイクで、うん、あの趣味の方行かなきゃいけないなと思います。で、はいはいはい、原付2種もこれからあの戦国時代に突入していきますんで、うん、で、そうだね、あとは、電動モビリティの方ですね、うん、今日も見させてもらったけど、多分これから、まあ、これまでの4メーカーみたいなものじゃなくて、まあ、いろんなメーカーが参入してくると思いますよ。要は海外からってこと？バイクメーカーじゃなくていいわけだから、うん、ああ、そうかそうか、モーターの技術があれば別にあの、ね、でも僕らの出番って多分あのタイヤ交換、今日も見させてもらったけどブレーキのパッドの交換、あとはモーターが壊れちゃった時 の、 あのモーターの交換、あ、多分ね修理は楽でいいんじゃないかな、もう全てアッセンブリー交換というね、メンテナンスは楽なんじゃないかなって気がするよねただそこは別に喜ぶ話なのかっていうところあるけどね、あ、だからうちもこれからの電動モビリティみたいなところはあるんでしょうね、ちょっと視野に入れていかなきゃいけないっていうのはね、ただその時に鈴木が供給するものなのかどうかっていうのは話が違うかもしれない、あ、そうですよね、鈴木が出したものが扱えないものであれば僕はやらないと思いますし、うん、まあ、やらないわけにはいかないけど、うん、そんな積極的にはね、もっとあのいいものが海外から入ってきて、はいはい、あ、ちゃんと部品の供給もしっかりしてるし、うん、日本に法人を置いてね、はい、しっかりとアフターが見れるんだって言って普及してくれば、多分うちにも声かかると思うんですよ、うん、あのこの辺でねディーラーさんないんでうちと契約しますよなんです、電動モビリティね、あの今までね、あのパソコンの会社だったんですけど最近あの電動スクーターもやるんですよみたいな、はいはい、軽く言うねそんな簡単にやっちゃうの私明日からロックやりますって言ったもう菊池桃子みたいなねラムやっちゃう、無理なそんな今日から私ロックですとかそんな急にロックできないよみたいな ね、まあね、あのデーモン閣下がなんかすげえ怒ってたけどロックってそういうもんじゃねえよあのもうそのこんな話知ってる人いないからもう、ね、だからまあ、そういうあの異業種の参戦もあると思うん で、 うん、でこれから僕もあの注視してってその電動モビリティ結構ねご案内は来てるんですよ、海外から入ってくるものなんだけど、はいはい、違う僕らが扱うっていうとアフターちゃんと見れないと話にならないから、部品の供給とかがねきちんとしてきちんと日本に法人を置いてもらって、ね、部品のストックもある、うん、ね、きちんとあの販売店のアフターも面倒見るっていう、はい、ところまで来れば、うん、僕もできる一丁紙したいなとは思いますけど、ね、まあ、そこ 大前提ですよね、うん、でももちろんもうだからあのメンテしながら使っていただくものなので、うん、そこはちゃんとしてるところのものじゃないと僕はそれはそうっていうのはあります、はい、だからまあそこは様子見なんですけどね、うん、まあこれから 50cc なくなっていくのは間違いないので、なるほどね、まあね、ワイズファクトリーもね悩んでるところなんですよっていう、今日はあの五道行のね近くの方遊び来ていただいて、はいはい、あちょっとね斬新な目から鱗の話いっぱい聞けたんで、なるほど、もワイズファクトリーもいろいろ考えていかなきゃいけないなと思いましてね、ですね、はい、そんな今日のお話でした、はい、あとね今日陽明氏ありがとうございました、陽明氏今度あのちょっと業務連絡です、あのお店の名前とかあの出してよければ、あのコメント入れてください、はい、あの本当は僕いろいろもっとこうご紹介したいなと思っておりますので、ね、はいはい、今日はあのご訪問ありがとうございました、大変勉強になりました、ありがとうございます。
お疲れ様でした。森の君まなこで見届けをまた次回どうもありがとうございました。お疲れ様です。いやなるほどねっつーね。